さんこんにちは、矢崎風花です。佐藤です。今日はこんなパジャマの2人ですが、またまたお知らせがあります。ずっと皆さんに早くお知らせしたかったんですが、ようやく動画が撮れますので皆さんにお知らせが一つあります。はい、何ですか。皆さんにお知らせでもないけど、新しく家族が増えましたということで、はい、じじゃん、ビビーン。はい、ということで、はい、新たに大変だお新たに家族に加わりました、もこちゃんです。もこちゃん、もこちゃん大変だったちょっともこちゃんはまだあまりお家に慣れてないので、いつもの元気な姿を皆さんに見てもらおうと思います。はい、猫じゃなくても入ってるよ。やべえ、めんどくせえこれ。結構見たことない。トラが今日残ってる。トラ入んないでね。気になるよね。トラ入んないでよ、本当に。よいしょ。ということで、新たにウサポーをね、二人でいつものシシマルとトラちゃんの餌を買いに行った時にね、出会いまして、最初さ、この色じゃなくてもう一個のもう一人の子がいいなって思ってたんですけど、うん、ちょっとペットショップで見てたら少しちょっとビビリっていうかね、うん、怖がりっぽかったので、うん、うちは猫も犬もいるから元気な子にしようって言って、ね、今のもこちゃんを迎え入れたんですけど、結構ね慣れるの早くって、シシマルとかトラちゃんがこう小屋のとこでね遊ぼう遊ぼうってするんですけど、あんまり怖がらずに仲良くできてそうなので、
ので、うん、はい、よかったです。ね、可愛いからね。ね、結構大きくなるみたいで、ミニウサギなんですけど、これぐらい、まあ、30センチぐらいになるとかだと ね、なるので、多分トラちゃんと個体が同じぐらいになるのかなと思ってるんですけど、家族が増えました。ということで、宮崎県はカメカメカメ、猫犬ウサギということで増えました。動物園になりそうね。はい、リア友も遊びに来てください。じゃあね。まあどうでもいいというか、小さなお知らせでしたが、まあ、あのインスタとかでつぶやきたくてしょうがなくって、でも YouTube でまずはお知らせしようって思ってたので、ね、はい、これからインスタとかもつながってもらえたらと思います。ではでは、またお会いしましょう。バイバーイ。